ゲームショーバージョンということなんで、はい、まあ、使えるキャラクターここにある何キャラぐらいですかね、9キャラぐらい、なのかな、はい、なんか見たいキャラいますかね、見たいキャラ、なんかこれあんま見たことないぞっつって、ヒソカとかやっぱりヒソカかな、今回はまあ、ここにあるように、まあ、いわゆる、ヒーロー的な方と、はい、まあ、ヴィラン的なというか、そうですね、まあ、敵側というかね、その辺が両方入ってるということなので、で一応コンピューター対戦なので、はい、コンピューターの相手を決めましょう。相手キャラを選んで、でこれマナメがさ嫌いな作品のこう倒したいキャラとか、ちょっと問題がありますよ倒したい作品お願いします。場所、まあね、うん、ステージエリアが3つ今回得られますので、はい、リアルな場所からまあちょっとナメック星みたいなものを、あ、4つか、4つ選べるのかな、ね、あ、じゃあ香港行こう、香港、うん、で今回はこういうリアルな場所で、ジャンプキャラクターが大暴れしたらどうなるかっていうテーマで、はい、作っています。で まだまだねちょっと開発中の状況ですので、若干ローディングはかかるので、はい、そこで真鍋のゲームショー裏話を、じゃあ、うん、じゃあ一番思い出に残ったこと言って。思い出に残ったこと、うん、ゲームショー今日ブラッククローバーのステージにちょっと遅刻してしまった思い出なのそれ。それなんで、ちょっといろいろありました、大変申し訳なかった全然いい思い出じゃないじゃん。いやいや、でも楽しくプレイさせていただきまして、さすが問題児だな、はい、はい、あとドラクエですね、ドラクエ、僕は斎藤さんと一緒に出まして、そうだね、まあ、引き継ぎみたいなことをしました。はい、スタートです。はい、3対3のバトルということで、まあ、キャラクターを交代しながらやるタイプのゲームですね。はい、なあ、じゃあちょっとヒソカっぽいちょっとプレイングを期待します。めっちゃガードされてるあれあれ、これちょっとどっちがコンピューターか分かんないぞこれ、はい、いいね。結構でもね、ボタン連打してると勝手にコンボが決まっていく。そうだね、比較的簡単にめちゃめちゃガードされてる、うん、今日プロデューサーさんがおっしゃるには、まあ、今回日本で初めて私有ができるジャンプホースなので、なるべく楽しくねキャラを使えるように比較的コンピューターは弱く設定されているという話でしたので、 L2 ボタンでキャラクターをこう変更できますね、うんうん、3人なので、あれなんかスローに、うん、今ベジータね、スローはジャストガードかな、で R2 を押しながら必殺技が出るんですね、左利き、お、お、当たった、当たった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 、でこれで溜めて、あ、うわ、ちょっとやられてます、結構やられてんな、やられてますね、このね R2 を押すと左側に技のガイドが出るって、おで、ね、おー、いや、一人目行きました、一人目さらっと勝ったな、だいぶ破れちゃったなこれベジータも、ラウンド2、まあ服装が破れたりとかね、はい、形状変化もあります、です、おー、いいね、いいね、バンジーガン、あと一応ステージごとにエリア移動みたいな仕組みも入ってるので、うまくコンボが決まってキャラクター、相手キャラクターを吹っ飛ばすことができれば、まあまた今ここで戦ってますけどエリアが変わったりと、やばい、やばい、あ、吹っ飛べちょっと、エリア移動しなかった、ゲージを貯めると覚醒っていうのができるんですよね、やべやべやべめっちゃ攻められてるよ、貯めさせてもらう多分真鍋が見せられないから相手が頑張ってる、頑張ってコンピューターになってる、これを貯めた状態でボタンを押すと覚醒が全然できないいやちょっとすいません、ヘボプレイを、はい、さっきもありましたけど、ジャンプホースは結構海外で今まで転戦してきて、結構ね話題になってきて、そうですね、今回初めて日本初お目見えということでね、はい、まあ、まだちょっと完成度がまだまだ、ね、マックスでは全然ないんですけど、はい、あとキャラクターも今ここに見えてるキャラクター以外にもね発表してるんです、はい、なんだっけ、
ゆうゆう白書か、遊戯王、はい、遊戯王は、武藤遊戯が出ます、はい、それから今回のゲームショーで発表になったので、勝ちました、ね、え、あ、ごめんなさい勝ちましたか、なんだっけ、どれが発表されてるか分かんないんでね、ちょっと分かんないけどまさに迂闊に言っちゃいそうな気がして、あれだって、トグロ弟だよ、あと、ね、はいはいはい、ユウスケ、はい、は発表したの、大丈夫ですか、それは発表されてる、あとゴン、ハンターいるか、ゴンはでも、はい、もう発表してます、そうか、はい、はい、あとキルアも発表なんですよね、あ、ちょっとキラーも、はい、発表してるはずですね。ということなんで、ちょっと違うキャラクターでちょっと見せてみます。そうですね、はい。じゃあせっかくなんで今言ってたゴンと、すげえドキドキするな、ちょっとキャラのとこだけ。え？いや、キャラクターは、ね、変なこと言っちゃいそうな感じがしますよ。あとはなんだろうね。なんかね。と誰行こうかな。まあでもまだまだキャラクターいると思いますんで。はい。ね、まあこの待ってる時期がね、一番皆さんあのキャラ入るかな、あの作品入るかなっていうで。妄想が働く時期だと思いますけど、ルキアで、まあ、あのちょっとこの画面だと対戦、まあ、アクションゲームっていう感じで、まあ、その通りなんですけど、はい、実は結構いろんな要素が入ってまして、おあの、まあね、あのストーリーだとか、はあ、まあ、あとオンラインで、ロビーが、まあ、あるということで発表されてますけどね、はい、オンラインでいろんなことが遊べるということで、まあその辺も楽しみにしてほしいと思いますね。サイトなんか言って言いなさいよ、ちょっと。え、だちょっと何言っていいか分かんないです。秘密情報さ。秘密情報。それ言っちゃダメですよ。まあ今まで実はこのジャンポースの情報を追っかけてくださってると分かると思うんですけど、結構東京ゲームショーもちろん大きいゲームのイベントで、アメリカの E3 であったり、はい、この間うちの編集長のキングよくも言ってたゲームスコムってドイツですね、はい、あったりとか。ゲームのイベント世界中で今いろいろやられてまして、で当然ジャンプホース世界で期待されているので、まあ、なるべくね、いろんな国でいろんな情報が出せるようにバンダイナムコさんも準備しているようなので、はい、まあ、今後その辺のゲームイベント注目していただけると、まあ、次がいつかなって感じだよね、はい、その時期にまた何か、はい、まあ、キャラクターなのかシステムなのかあるいはフィールドなのか、まあ、そういう意味ではね、うちでやってるジャンプフェスタっていうね、そうですね、日本中の、12月の日にち発表してると思いますけど、はい、22?23 だったかな、そうですね、まあ、そこでもきっとジャンプホースはバンナムさんブース出されるんでね、あれとあるはず、一番でかい、ね、一番大きく、ブースの前面を覆うぐらいの勢いで、はい、ジャンプホースやられると思うんですけど、大丈夫ですか、大丈夫ですか、ちょっとそこそこ偉そうな人来たから大丈夫です、はい、やると思いますんで、はい、そこでもまたきっといろんな発表がね、あってほしいですね、されるのかなっていう気もしますけどね、はい、いいね、入った、おいいよ、決まった決まった、ちょっと上手くなってきたんじゃない、ちょっと上手くなりましたねここは生なめくせなんですけど、ここになんかあれだよね、そうです、今後ろに見えましたけど自由の女神が特性だけど、まあ、倒れていると、イチゴとルキアがなんとなく現実世界とジャンプの作品の世界が、まあ、融合したところがゲームの世界なのかなっていうのがこのスピードでなんとなく見えてくるところですね、ナメック星でこの2人戦ってるのちょっとシュールですけど、確か確かねナメック星でブリーチのキャラ同士が戦ってるっていう、まあそこもちょっとなんか想像力でね、はい、そうですね、楽しんでほしいなっていう感じです、はい、じゃあそのキャラを変えて、うん、あと何だ、黒ひげか、あれ黒ひげに変えたいけど今まだね、多分サポートの入れ替えのゲージが、なるほど、時間でね、おー来た、でかいでかい、これはあとワンピース対決ですかね、そうね、だからこの辺もまさにリアルなところのこだわりで、なるべくその原作の等身サイズ感を再現してくれているので、まあ、黒ひげはかなりでかいですし、まあ、先ほどのゴンはねすごく小さくて、当然このねリーチの感じとかも変わりますし、まあ、バランス調整が難しいと思いますよね、開発側としては、おーやい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 や、それはちょっとえぐいな、あれ結構上手くなってるじゃん、そうですちょっとだからちょっと攻めちょっとシーン飛ばしてほしいんだけど、
破壊してる。ああ、どっちだったかな。どっか吹っ飛ばすと確かにここ変わりましたよね。はいはいはい、ただいまこちらのブースではですね、ジャンプホースフューチャー賞、受賞記念として、ジャンプホースの、今ね実機対決を、はいはいはい、プレイをしております。はい、もう今なら見たいキャラをリクエストいただければ、はい、何でもやりますよ。全て。ただうまいプレイかはわからない。全然ごめんなさい、うまいプレイではございません。もっともっと気持ちよいコンボあるのかもしれませんけど。斉藤さんはどうですか？結構斉藤やれると思うよ。ちょっとじゃあやる男だ。斉藤。やってもまあ変わんないと思うけど。いや。まあちょっとじゃあと残りキャラクターをちょっと使って、まあそれを皆さんに見ていただいてですね。結構コメントもたくさんついてますが、うん、ちょっと海外の方がすごい見てくれてます、はい、じゃあちょっと英語で答えてあげてください。I know Omega I am sleep。 ちょっとわかんないですね、ごめんなさい。さっきの中で使ってないのとはなんだ？でも一通り結構、まあ敵も、あ、いや、自分が使ってないっていうと、まあそうだね、サスケは使ってなかったね。サスケはそうですね。そうだね、フリーザーと、あとまあゾロも使ってないですね。あ、ゾロね。はい。はい、まあ、ジャンプホースはいつ発売になるのかっていう、ね、あ、そうですよね。こちらはまだ、まだ発表してないんですけど、発表してない、はい、急に発売になっちゃうかもしれない。いや、そんなことないですよ、ね、急にちゃんとそこは気づいたら発売してる。いや、気づいたら、まあ、2019年という。あ、そうですね、2019年。まあまあ決して遠くはないというようなところで、はい、まあ、でもジャンプフェスタとかで何らかまた新情報が。え、そうなの？いや、わかるんです。なんで僕に聞くんですか？よくさん知ってるでしょ。いや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 、まあ、発売日はわかりませんよ。そのこの覚醒っていうのがさっき僕が言ってた、まあ、ちょっとこうなってほしいよね。覚醒ゲージが点灯すると特別なアクションができるね。大物言ってほしいよね、ちょっとね。覚醒、そうですね、うん、R2 といけるかな、大物ね。はい、ちょっとこの覚醒モードみたいですね。斉藤さんのプレイでぜひ活動してもらえればと。真鍋のがでもビルダーズうまかったからな。いや、そうですね。地味なちまちまとやるやつでしたけど。いやさあ斉藤さんが、はい、はい、じゃあちょっとなんかちょっと斉藤がうまくできなかったらなんかしようか。なんかしようか。ふわっとして雑ですか。します。ちょっとなんか真鍋と交代するとか。交代しましょう。じゃあ復編を真鍋復編集。すごい急に出世する。その辺をじゃあうっすらかけて、はい、頑張ってください。うっすら、はい、デスリーグ。まあ、でも本当にこの、ね、ジャンプキャラがこういう街中にいたらっていうね。そうですね。どうなんだっていう。かなり背景も精巧にグラフィック作り込まれてますね、うん、この水面の映り込みとかも。あとキャラクターのグラフィックもすごい綺麗なんですよね。まあ、結局リアルでやるっていうことなんで、このライスとかね、肌感が結構難しくて、はいはい、まあ、フリーザーとかね、どんな質感なんだっていう。確かに質感そうですね。めっちゃ食らってるということで、まあ、フリーザーが斉藤さんですよね。そうね。なんかこれ結構あれ結構強くない？ボコボコにされてるじゃないですか。結構でも足も出ないから。ルフィが元気いいよ。足も痛い痛い痛い。あ、どうぞどうぞ。ラセンガン。やばいやばいやばい。交代しよう交代。お、こちらもキャラクターを変えて。これ結構長押しすると、溜め攻撃もあって、はい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 、さっき連打でコンボだけど長押しだとちょっと。そうですね。長押しはしてないですね。全然当たんないけど。お、でガード弾き飛ばしてるんですね。ああ、こんなもできるんですね。あと投げがあるかな。うん。これ丸ボタンで投げですね。はい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 。覚醒できないな。やばいやばい。覚醒できないです。おー、来た。やってくれた。ありがとう。吹っ飛ばされ。吹っ飛ばされました。これでリード変更。吹っ飛ばされたんだよね、今ね。そうっすね。わざとね。これでリード。わざと。わざと。わざと。吹っ飛ばされてやったみたいな。逆にやり返せ、やり返せ。覚醒までいけないな。そろそろ必殺技的なのを見たいですね。大物、ね、やばいやばい負けそう。ちょっと対応。さあ、まあゲームショーもね。やべえ、はい、やべえ、あ、来た。相手、いや、ホース相手が相手です。発動しきらなかった。負けた。あれ負けました。そろそろゲームショーも終盤に差し掛かっておりますが、ちょっともう一回、はい、まだ俺ラウンド2ありますから、ちょっと
さあフリーザさんもあのダメージを食らって失敗してますけど、優秀の美を飾るにふさわしいプレーを。これでもあの本当にゲームショーでバンナムのブースで出てたらどうなのかな、これもっと簡単だって。なんか簡単つってましたけどね。そうですか、そうですって。え、そうです、うんうんって言われちゃった。いや、バンナムの方だったはい、ただいま V ジャンプブースでは、ジャンプホースをですね、急遽お借りして実況プレイ中でございます。フューチャー賞を獲得いたしました。さあ、斉藤 V がプレイ中でございます。はい、だいぶ分かってきた。2ラウンド目、2ラウンド目で掴んできてください。お、いけるんじゃないですか、覚醒。そろそろもう覚醒してる、覚醒してるんですね。覚醒するとしてるはずだけど、全然投げが投げられない。すごい投げたいのに。でもこれ結構サスケはリーチが長いですね。掴めちゃうのね。そうですね。大きな投げた。お、来た来た。気持ちいいこれ。あ、もうそろそろ倒せそうじゃないですか。あとこうジャンプからの攻撃も結構多彩で、あ、いい。はい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 。これニューヨークの街中なんですけどね。はい、住人はどこに行っちゃったんですかね。避難してる。そうですね。危ないもんね、これいたら。結構な被害が出てます。あれ、どっち？え、ちょっとやられてんじゃん。やられてるよ。何？ずるいよ。お、やばい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 。やばいやばいやばい。おお、うわ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 、これはもう無理です。すげえ、あれこれ今あの CPU だよね。いや、そう僕かな。え、じゃじゃじ。あ、でも一応 KO ね。やっぱ見せ、危ない危ない。やっぱ CPU を見せるプレーを。いや、やっぱそうですね。ファイナルラウンド。チームプレーです。チームプレー。斉藤も見せるプレーちょっとお願いします。一緒にやってるっていう。まあでもいいよね。いいですね。いい勝負ですよ。迫力がありますね、やっぱね。他のキャラクターも早く見てみたいです ね、 そうね。他のキャラクター何が出るの？いや、わかんないですけど希望はありますよ、希望はありますね。そこまで言っていいものかどうか。え、どうせろくでもない希望でしょ。いやいや、元担当なんでやっぱ銀玉ですかね。あ、ぜひ。それは真鍋の力でなんとかしてしまう。いやいや、僕には権限がないですから、元担当ということで。来た、当たった。イエーイ、キャラチェンジのところでうまく当たって、おお、いいねいいね。キャラチェンジも起こるんじゃないかな。いいとこ来たよこれ。これ、おお、決まった。結構スピーディー。これいいです、これ拍手してもいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。いやー、熱かったです。